どうですか。五分おきに放送続けるように頼んできた。黒さん、川合がいました。井上さんらしい一家と物入りさんの公衆便所に向かってます。よし、分かった。弁慶には花なんかより食い物の方がいいんじゃないですか。デカにはな、たまには花をめでる時があってもいいもんだよ。花をめでるね。まああいつなら花でも食っちゃうだろうけどね。しかし黒さん、本当に弁慶にやるの？弁慶じゃなくて誰にやるんだよ。またとぼけちゃって。一人いるじゃないですか。一人ほら来た、このバカ。